待ってください。どうしてそんなにムキになってるんですか。私ムキになんかなっていません。あなたの方こそ私と一緒にいると彼女に誤解されるんじゃないですか。誤解って何がですか。あなたは彼女が好きなんでしょ。なら彼女の敵である私と一緒にいるのは立場的にまずいと思いますけど。好きって別に俺はあいつのことが好きってわけじゃ。もう本当、自分自身にも嘘をつけないんですね、遠野くんは。なんか正直すぎて参っちゃいます。けど本当にここで別れた方がいいですよ。私たちは絶好中なんですし、こんなところを歩くエドに見られたら。ふん、見られたらどうなるのかしらね、シエル。アルクエイド。遠野くん、下がって。いえ、なんとか隙を見て公園の外まで逃げてください。驚いたわ。四季の声が聞こえたから来てみれば、まさかあなたが一緒だなんてね。何をしに来たの、シエル。私に用はないと思うけど。ええ、あなたに用などありません。大事ならともかく、話をするなんて考えるだけでもおぞけが走りますから。私は彼があんまりにも危なっかしいので指導をしてあげているだけです。どうも頭の緩い吸血鬼にたぶらかされているようなので。指導が必要なのはそっちの体の方なんじゃない。余分な肉ばかりついて死に際のカバの。それともどんなに切り崩しても重さの減らない贅肉かしら。そっくりそのまま返しますよ。起きて殺すことだけがあなたの美点でしょうね。人間に助けを求めるなんてそんな余分はらしくありません。神祖の誇りとやらをどこかに落としたのですか。まあそんなもの実際あったかどうか疑問ですけど。つくづく勘に触る女ね。一度やられたぐらいじゃ物足りないってこと。あなたこそ手も足も出ずに地に落とされた恐怖がまだ拭えていないんじゃないですか。言ったわね、キャンズ。何よ、人のパートナーを横取りするつもり。ええ、状況次第では。彼が私を頼ってくれるのなら今すぐにでも。待った。待ってくれ、二人とも。なんか空気が不穏だ。耐えられない。というか落ち着け。お互い目的は同じなんだろう。ならここは仲良く。トーニー君は黙っててください。真似しないでよ。四季に呼びかけるのは私だけの特権なんですけど。呼びかける？今のも
せいぜい恫喝の間違いでしょう。鏡を見たことがないんですね。ああ、吸血鬼だから鏡に映らないんでしたっけ。どこの迷信よ。鏡にぐらいちゃんと映るわ、私。おや、そうでしたか。それは失礼。使徒ですら自分の姿を恥じて姿を映さないというのに、大した厚顔っぷりです。さすがは吸血鬼の大元、感服しました。ねえ、もしかして挑発しているの？あなた。まさか、これは挑発ではなく糾弾ですよ。自分が何であるかを理解しない愚か者に、現実を教えてあげているだけです。いいわ。私からも最初で最後の勧告よ。四季はあなたのことがそれなりに大事らしいから、今回だけは見逃してあげる。また殺される前に今すぐここから消え去りなさい。驚きましたね。吸血鬼が人間の機嫌を伺うなんて。あなたなら人間なんて思い通りに操れる。彼に協力させるならしもべにしてしまえばいいのに、なぜ魅了しないのですか、ハルクエイド。あなたらしい品位に欠けた発想ね。四季は私のパートナーよ。そんなことをしなくても私の手助けをしてくれるって言ってくれた。私を殺せる時でも私のそばにいてくれた。私が一人でいる時も四季に会えると思うだけで時間は瞬く間に過ぎていった。当然でしょ。だって四季は私の運命の人なんだから。ふざけてるんですか、あなたは。何を言い出すかと思えば、よりにもよってオム・ファタルなんて。ふざけてなんかいないわ。四季の心も体も、彼がこれから得る喜びも悲しみも、死に伏せる権利さえ私のもの。ええ、使徒の気持ちが少しだけ理解できたわ。人間の血を飲みたいとは思わないけど、四季の命は私以外の誰にも渡さない。ちょっと待て。アルクエイド、あなたまさか。さあどうかしら。あなたから私はどう見えるの、シエル。吸血衝動に飲み込まれて打点したように見える。いいえ、真相が落ちたのならとっくに世界は裏返っています。あなたはまだ狂っても落ちてもいない。つまり今の段階ならまだ間に合うということです。ええ、その通りよ、シエル。これは吸血衝動とは違う。だって楽しいわ。すごくすごく胸が弾んでいるの。まるで春の野原のよう。以前あなたは私を愚かだと言ったわね。ドアに騙された世間知らずだって。本当にそう。四季に殺されるまでの私は本当に愚かだった。自由になる、自由に手足を動かせることが、自由に人間を好きになることが、こんなにも気持ちいいなんて知らなかった。だから今の私はあなた以上に人間的よ。例えばこんな風に自分の気持ちを表現できる。
安心して、一滴だけだから。これから楽しい時間になるのに、ここは色が薄すぎて。せめてこれぐらいはしないと趣がないでしょ。自由に、思うままに行動するというのですね。あなたが何の制約もなく、思うままにロアを処罰すると。その結果がどうなるか、理解していますか？自らを縛らない真相は使徒と変わらない。ブローブのように、この街を蹂躙するのが望みだとでも。わかりきったことを聞かないで、シエル。人間の街に関心はないわ。邪魔をしなければ何もしない。こんなの道端の石と同じよ。でも好きになるのも自由なら憎んでみるのも自由よね。ロアに汚染された街、ロアの痕跡を残す街、どちらにせよ汚らしいし、綺麗に掃除していくのも私の自由。それにここで思いっきり今までずっと気に食わなかった女を八つ咲きにするのも心底楽しそうじゃない？
が見飽きたんだってば。ものです。そのタワーリングで緩んだ頭を冷やしなさい。それは27素であっても一時的に封じ得る強度を持ちます。真素であっても容易には砕けません。加えて何？やっぱりあの武器を持ってくるの？聖典を持ち出す必要はありません。ことはすでに終わっていますか。それはゴチックフォート、ある祖から奪い取った原理を用いた結界です。本来は外界との遮断に用いますが、使い方によっては最大の武器にもなる。ところでアルクイド、魔術世界における生命の質量定義を知っていますね。生命そのものが持つエネルギー生産量、もしくは質量を段階として定義したものです。その基準はシンプルで、大きさと重さとで測られます。一番強いものは小さくて重いもの、二番目に強いものは大きくて重いもの、三番目が小さくて軽いもの。これは人間ですね。そして最後に大きくて軽いもの、これは情報や噂話、幽霊といった広範囲に広がるものです。私の大聖堂は最大直径 30km の隔絶空間、生命ではありませんが大きくて重いものです。これを極限まで圧縮すればどうなるか試してみるのも一興だと思いませんか。いくら凶暴なあなたでも抜け出すにはそれなりの時間が必要になる。少なくとも1時間。イデアブラッド22番クロムクレイペタストラクチャ、閉じ込めるとか封じ込めるとか
周りを守ることばっかり。これは私との遊びでしょ。ならもっと本気になりなさいよね。自分の感情で力を使っていませんか。トーノク、下がって。やめろこの大バカ野郎。シキ、なんで、どうしてシキがそいつをかばうの。なんでも何もない。言っただろ、先輩は俺にとって大事な人だ。いくらお前でもこれ以上先輩に手を挙げたら許さないからな。そいつと仲良くなってたらどうなるかって私も言ったはずだけど、どいて、今ならまだ許してあげる。早くそんな奴をかばうのはやめて、私にそのナイフを向けないで。俺が先輩に手を挙げないと言うまでどかない。聞きたくない。どいて、シキ。お前こそ引け、アルクエイド。お前は俺に言ったじゃないか、人間は殺さないって。それともあれは俺を安心させるための嘘だって言うのか。ええ、私は人間は殺さないけど、人間の規格を大きく外れた命には敬意を表してる。だから対等の存在として殺すことも厭わないわ。
例えばあなたやそこの女みたいな相手にも。あなたはまた私にナイフを向けるんだ。一度目は許したけれど二度目を許せる自信はないわ。もっともあの時の再現はありえないけど、いくらあなたの直視の目でも今の私から死を読み取ることはできないでしょう。アルクエド、いいのか、本当にいいのか。言ってることがわからない。いいのかって、何が。それ以上進んだらお前のこと嫌いになるからな。ダメ、逃げて遠のく。先輩、生命力だけはさすがね。でもそれでどうするの。さっきの大魔術で魔力は空っぽのくせに。今のあなたじゃ四季の盾にもならない。四季が無茶をしている間に逃げればよかったのに。あなたこそそんな気もないくせに笑わせないでください。私が背中を見せれば、喜んでとどめを刺す気だったでしょう。でも、お会いにくさまでしたね。私はまだ、戦えます。だって彼を、無関係な人々を守るのは、私の役目なんですから。先輩。あなたも下がってください。ここは私が。ああ、もう下がるのは先輩の方だ。いいから休んでろ、ここは俺が何とかするから。でもありがとう、大好きです先輩。ちょ、待ってください。無理、無理ですから。遠野くんじゃアルクエイドに殺されちゃいます。ここを何とかするのは私の方ですよ。そんな傷で何言ってるんですか。いいから下がって、ほら。ここで意地を張るのは俺の役目です。たまには先輩を守らせてください。ま、守るって、でも。何よバカ、もういい、四季なんて知らない。そんなにシエルが大事なら勝手にすれば。私もう助けてあげないから。アルクエイド。いい、私帰る。言っておくけど、その女はあなたが思っているような真っ当な人間じゃないから。利用されて絞り取られて薄皮一枚にまでなればいいわ。なんだよそれ。お前だってさっき物騒なこと言ってたじゃないか。俺を自分のものにするとかなんとか。
私は隠し事はしないもん。シキが好きって言っただけよ。じゃあね、後で私に泣きついても聞いてあげないから。せいぜい血を吸われないよう気をつけることね。星になってしまいましたね、彼女。うん、星というよりロケットっぽかったですけど。